夢は、夢というか、簡単なことかもしれないんですけど、トレーニングを適当にやりたい。どういうことですか、その適当っていうのは。今ってやっぱりこうメニューがあって、重さも決めて、なんかその日の気分で今日はここやろうかな、なんか疲れてから帰ろうかな、なんか調子いいからもうちょっとやろうかな、なんかそんなトレーニングがしたい。今はできないですか、やっ ぱり。今できないですね、大やっ会ぱに向り。けてっていうところで。まあ性格もあるんですけど、やっぱりこう決めたトレーニングをきっちりやるっていうのが僕は、それが結局大会に向けてのこう自分の自信にもなっていくわけなんで、まあね、まあ、みんな選手そうだと思いますけど、そんな適当に選手やってないですからね、トレーニングはね。なので、こう、なんか、本当にある意味で趣味として、こう、気が向いた時にトレーニングして、そんな時代来るんですかね。疲れたら休んで、みたいなね。そんな、こう、気持ちでトレーニングと接したいな、っていうふうに思いますけどね。こなそうですね。あとお子さんとね、もしかしたら一緒にトレーニングするみたいなのはね、全然。なんかそんな感じでやれたらいいなと思います。なんかその方がでかくなったりしてね。今はでもそういうのも試したいけど、やっぱり試せる、そこを試す今はね、余裕もないですからね、もう年齢的にもね。なんで、もう一日一日を今は全力でトレーニングするって感じですかね。なんで、夢は適当にトレーニングすることです。Thank you.